こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロだけで春コーデベスト3というテーマでお伝えをしてみたいなというふうに思っています。まあ洋服というのはですね、様々な価格のものがあるわけですね。まあ安いものだと島村だとか GU だとか、あとは今回ご紹介するのはユニクロもありますし、まあそれより上になってくるとセレクトショップであったりだとか、あとは様々ないわゆるですね高級ブランドみたいな世界観もあって、本当にですね値段の幅が広いわけですね。その中でお金をかければ素敵なスタイルができるかというと、確かにそれも事実なんですが、ただですねあくまでどういったものを買ってどう組み合わせるのか、ここを知らないとですね、高い服を着てもあまりおしゃれに見えることがないんですね。一方でユニクロですとか GU ですとか、あとはグローバルワークですとか、いわゆるですね、価格を抑えめであっても、その中でポイントさえ抑えれば十分素敵に見せることができるので、そういったことをですね、今回は少しでも証明ができればなというふうに思っていまして、ユニクロだけを使ってコーディネートを3つ組んでみましたので、ぜひ皆さんのですね、春夏の着こなしの参考にしていただければなというふうに思っています。まあ最近のユニクロは様々なテイストの服が増えてきたかなと思っていまして、以前であれば定番、ベーシックなものが圧倒的に多い印象だったんですが、それだけではなくて最近のユニクロはデザイナーとコラボレーションをしていますよね。プラス J ですとか、ユニクロ U ですとか、あとは JW アンダーソンですとか、こういったトレンドをしっかりと抑えたデザイナーとのコラボレーションがあるおかげで、ベーシックなものからちょっとトレンド感のあるものまで幅広くカバーできるので、結構ですね、ユニクロだけでも十分におしゃれができるかなと思いますので、ぜひ今回の動画最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主にですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してますメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、まあ気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまず一つ目のコーディネートから解説をしたいなというふうに思っています。一番外側に来ているのは、これは最近買ったばかりのものなんですけども、ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションモデルのですね、いわゆるシャツアウター風のアイテムなんですけども、これがですね、めちゃくちゃ気に入っていまして、まあ、今季のユニクロの中では、一番ですね、シャツアウター系では使いやすいかなというふうに思っています。まあ、生地もですね、そこまで厚すぎないので、特に春先にはめちゃくちゃ重宝するかなと思っています。まあ、以前ですね、動画でも解説をしたんですけども、僕はですね、こちらあまりに気に入っていまして、ダークグレーともう一色購入したぐらい良かったので、これはですね、自信を持って皆さんにもお勧めしたいかなというふうに思っています。まあ色はですね、ダークグレーということで、ちょっと重めの色ではあるんですが、その代わり内側にですね、今度はストライプ側のバンドカラーシャツを取り入れています。こちらはですね、プラス J のものなんですね。まあ JW アンダーソンからプラス J まで様々なデザイナーのコラボレーションが上半身にですね、凝縮しているわけなんですけども、まあこういったですね、ストライプ系のアイテムを取り入れることで、まあ色合い自体は結構濃い色なんですけども、ちょっとしたアクセントを取り入れることができるのかなと思っています。同じシャツ系のアイテムであるんですが、ちょっと着丈の長さが違っていまして、シャツの方が長いんですね。このアンバランスさもかえってですね、良いアクセントになるかなと思っていますので、僕はこの着こなしは結構気に入っていまして、最近することが多いかなというふうに思っています。そしてボトムスに関しましては、これはですね、僕はもう一番今季履いていますね。これはユニクロ U のレギュラーフィットテーパードパンツですね。これがですね、最近の僕のユニフォームですね。もうほとんどこればっかり履いています。まあ何度かご紹介したことがあるんですけども、割とですね、フィット感としてはゆったりめなんですね。スマートアンクルパンツなんかで代用してもいいかなと思うんですけども、まあそれに比べると、やっぱりですね、もも周りはかなりゆとりがあるかなというふうに思います。まあこれぐらいの方が僕はですね、個人的には今っぽくて好きかなと思うんですが、もう少しシャープなものが好きな方はですね、スマートアンクルパンツ、より細いものが好きな方は感動パンツという具合に、シルエットはですね、ちょっと変えていただくと、より皆さんの好みに合ったボトムスが選べるかなと思っています。まあ色はですね、ブラックを選んでおくとすごくですね、ユニフォーム化しやすいんですね。ですので、ボトムスは僕はこればっかりを履いています。で、靴はですね、これもおなじみの、僕はスーパースターですね。これを履いています。まあ、色はですね、ほとんど白に見えますが、ライトグレーなんですけども、ボトムスはブラックのスラックス系、そして靴はホワイトレザースニーカーという形で、ここは固定してしまうとすごく楽なんですね。まあ、今回ご紹介する3つのコーディネート、下半身はですね、このままいきます。
上を変えるだけで見え方を変えたいなと思っているので、まあそういった形で適度に手抜きをするのもですね、メンズファッションにおいてはすごく重要かなと思いますので、そういった考え方もぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあなんだかんだですね、春の着こなしの主役になるのは、こういったシャツアウター系のアイテムかなと思っています。シャツ1枚でも、まあそれなりにですね、様になるんですけども、こういったアウターですね、短い丈のものが1枚あると、ちょっと朝晩寒い時なんかには便利かなと思います。まあ本来であれば、こういったアウターというと、ネイビーのジャケットがメインだったかなと思うんですが、まあそういったものだと、ちょっと小綺麗な方向に振りすぎるかなと思ってまして、もう少しラフな感じを出すのであれば、こういったシャツアウター系が1枚あると便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、こちらはですね、先ほど着ていました JW アンダーソンのシャツアウターのブラウンバージョンですね。まああまりに気に入って2色買いしてしまったわけなんですが、同じアイテムでも色が変わると全然印象が変わるかなと思います。もう少し近くでお見せしたいかなと思うんですが、まあこちらのですね、ブラウン色に関しては、まあブラウンというよりは、ベージュとブラウンの中間色くらいで、まあ明るさのある色合いなので、まあ特にですね、春先にはすごく重宝するようなアイテムになっているかなと思っています。僕はですね、結構アウター系はネイビーだとか、ブラックだとか、あとはダークグレーが多いので、こういった明るいものになると、結構ですね、パッと明るい雰囲気がしますし、いつもとだいぶ気分が変わるかなと思うので、こういった色を交えてあげるのもすごくいいのかなというふうに思っています。まあベージュだとかブラウン系というのは結構色合いが難しくて、ちょっとした違いで安っぽく見えたりするんですけども、こちらのシャツアウターに関してはかなり色の感じが上品に仕上がっているので、個人的にもすごく気に入っています。そしてその内側にはですね、こちらも同じくユニクロのワッフルロンティーですね。まあ普通のロンティーでもいいんですが、こういったちょっと凹凸感があった方が、ちょっとですね、男らしくて、こういったベージュのワークシャツっぽいものにはですね、意外と相性がいいかなというふうに思っています。僕はこの着こなしも結構好きで、割と最近はやってるんですが、前を開けてきてもいいですし、あとはボタンをですね、真ん中の2つぐらい止めてあげて、少し絞ってあげるのもいいかなと思うので、まあ様々な着こなしが想定できるかなと思っています。で、ボトムスと靴に関しては、相変わらず手抜きになってるんですが、ブラックのスラックス系と、あとはですね、こういったホワイトレザースニーカーで、少し明るさを取り入れるようにしています。まあ上半身が明るい色なので、ボトムスに関しては引き締めてあげるのが結構バランスがいいかなと思っています。もう少し旬な着こなしをしたいという方はですね、白パンなんかにしてあげて、今っぽさを出してあげるのもいいかなと思うんですが、ちょっと難易度が高いので、ブラック系のパンツがやっぱり使いやすいかなと思うので、スマートアンクルパンツか、もしくは細身のですね、ブラックジーンズなんかで合わせてあげると、すごくバランスがいいかなと思うので、こういったスタイルもぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今回の着こなしの主役はですね、こちらのデニムのですね、スタンドカラーシャツですね。これは特にですね、デザイナーコラボのものではなくて、ユニクロの通常ラインのものなんですが、これをですね、今季なかなか良かったなというふうに思っています。まあデニムシャツというのは結構定番的なんですが、結構面白いなと思ったのが、このデニムシャツで襟がですね、スタンドカラーになっているというものは、意外とですね、今までアプローチが少なかったので、これは買って良かったなというアイテムかなと思っています。こちらのシャツをですね、今回はアウター感覚で着てるんですね。このシャツ自体は使い方はいくつかあって、ボタンをしっかり締めて、この上にですね、ジャケットを着たりだとか、あとはアウターを着るような着こなしもできるんですが、今回はこちらのアウターをですね、主役にしています。ですので、このシャツの下には、ボーダーの T シャツを着て、それをですね、こういった襟元だとか、裾の方にですね、少しだけ見えるようなバランスで配置するようにしています。ただこのボーダーの T シャツに関してはユニクロのもので用意がなかったので今回は急遽ですねナノユニバースのものを使っています。まあユニクロでもですね今期のユニクロ U のボーダー T シャツで十分にですね対応できるかなと思いますのでそちらもリンクを貼っておきますのでよかったら見ていただければなと思っています。まあこのデニムのシャツの下に白の無地の T シャツを合わせても悪くはないんですがちょっと退屈になるかなと思ったので今回はですねアクセント的にこういったボーダー柄を取り入れています。そしてもう一つポイントなんですけども、腕はですね、ちょっとまくってあげて、時計だとか小物を見せてあげると、少
少しですね、着こなしにアクセントが出てくるかなと思っています。僕はですね、特に春夏に関しては、こういった長袖シャツを腕まくりして着るというスタイルは好きなので、ぜひですね、そういった着こなしも皆さんの参考にしていただければなと思っています。あんまりがっつりこうまくりすぎてしまうのもバランスが良くないので、少し腕が見えるぐらいで十分かなと思っています。これが見えるかどうかだけでもですね、だいぶこなれ感というところは変わってくるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。ただですね、デニムシャツのサイズ感、ちょっと失敗したかなと個人的には思っていまして、まあ最初からこちらはオーバーサイズ組になっているので、僕はあえてですね、サイズを上げることなく S を選んだんですが、このサイズだと、例えばこの上にですね、重ね着するときにはバランスがいいかなと思うんですが、アウターとして主役できるのであれば、ちょっとサイズ感が中途半端かなと思ってまして、もうワンサイズ上げてもバランスがいいかなと思うので、ぜひですね、このような着こなしをする際には、ワンサイズ上を選んであげて、少しですね、今っぽさを出してあげると、よりバランスがいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。あとはボトムスと靴は先ほどから全く変わらずにブラックのスラックスと白のレザースニーカーという形でこの下半身を固定してしまってもですね上半身が変わるだけでだいぶ印象が変わるというところは皆さんにもちょっとは伝わったかなと思いますのでぜひこの着こなしも参考にしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では春に活躍する3つのコーディネートをユニクロだけで組んでみました。どれもですね、今現行で売ってるものばかりなので、ぜひ皆さんですね、参考にしながら春の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。ポイントとしては、やっぱりシャツがですね、決め手になるかなと思っています。まあ、JW アンダーソンとのコラボレーションのシャツアウターですとか、あとはデニムのスタンドカラーシャツですとか、こういったシャツを使うことで、適度にですね、小綺麗な雰囲気を出しながら、大人の男性はファッションを楽しむと、すごくバランスがいいのかなと思っています。僕もですね、ここ数年はあんまりシャツを着てなかったんですが、今年はちょっと気分でいろんなシャツを着るようになったんですが、意外とですね、小綺麗な感じが出しやすいので、ネイビージャケットのような本当に小綺麗なものを使うのではなくて、今年に関してはシャツみたいな適度な綺麗さみたいなものをうまく活用することが多いんですね。ぜひ皆さんもですね、シャツというとビジネスのイメージが強いかなと思うんですが、あえてですね、カジュアルなシャツを取り入れながら、小綺麗な着こなしというところを楽しんでいただければなと思っています。まあ、最後にこれだけはお伝えしたいなと思ってるんですが、シャツというとアイロンがめんどくさいなという方も多いんですけども、僕はですね、カジュアル用のシャツに関してはほとんどアイロンをすることはありません。もちろんですね、洗濯をしてシワシワな状態になってしまったら、まあ、適度にですね、アイロンはかけるんですが、そこでかけてしまったら、一回ごとに洗濯するわけではないので、一回アイロンをかけたら数回はですね、そのまま着てしまうことも少なくないんですね。適度なシワ感であれば全く問題がないので、そこまでですね、デリケートにシャツを取り扱う必要はないかなと思うので、その点も頭の片隅に入れながら、もっとカジュアルにですね、シャツスタイルを楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなというふうに思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。